先ほど11時40分頃ですけれども北海道西方沖を震源とする地震がありました。かなり深いところで起きたというのが特徴なんですけれども、いわゆる異常震域と呼ばれる現象も発生しています。まず震度分布図ご覧ください。こちらの地震なんですけれどもマグニチュードが 5.6、そして特徴的なのが震源の深さがおよそ240キロと非常に深いところで起きたとこういうことになります。で震度分布が、特徴的でして、×印が先ほどの地震の震源になるんですけれども、震源から離れています太平洋側の方で、震度2を観測したエリアが、複数ありました。また揺れも一番南側は関東地方まで揺れたとこういう状態でして、より震源に近いオホーツク海側では揺れなかったのに対し遠いところで揺れた、より異常震域という現象が発生をしました。でこれの原因なんですけれどもまずこちらの図をご覧ください。これはアメリカ地質調査所のホームページのデータになるんですけれども先ほど起きたのがこの赤い丸印の場所ということになります。でこの今引いている赤い線なんですけれどもいわゆるプレートの境界とこういうものを表しています。で一番右側が太平洋プレートと呼ばれます大きな岩盤ですね。で日本付近を乗せている一つに、北米プレートというのがあるんですけれどもさらにその西側ユーラシアプレートと呼ばれるこれも大きなプレートがあります。で今回の地震はこの太平洋プレートがユーラシアプレートの下に沈み込むその過程で起きたとこういうふうに想定されましてだいたいこの辺りのこの沈み込みの深さがですねやはり200キロ前後に達するとこういうことになります。でこういった深いところで起きた地震の特徴として異常震域があるんですけれどもちょうどですねこの辺りをちょっと断面にした図こちらをご覧ください。で今回の地震なんですけれども×印が震源の場所というふうにお考えください。で日本列島と書いておりますが左側が日本海側そして右側が太平洋側とこういうことになります。で×印のところで起きた地震の地震波というのは太平洋プレートの中を伝わりやすいという特徴を持っています。というのは太平洋プレートというのは比較的硬い性質を持っていまして、その周囲の柔らかい場所、地震波が伝わりにくい場所に比べますと地震波がですね伝わりやすい特徴を持っています。このため日本海の深いところで起きた地震はそのまま太平洋プレートを通って太平洋側の方に伝わっていくという特徴があります。こういった深い地震が発生した場合、日本海ですとかあと東海沖などで発生した場合はですねこれはもう例外なく、異常震域という変わった震度分布を、取るということがあるんですけれども、今回の地震も地球内部の構造を、反映したそういった地震の一つだったということが言えそうです。以上、今日の昼前に起きました北海道西方沖の地震についてお伝えしました。